皆さんこんにちは。Obubu Tea チャンネルにようこそ。Obubu の萌です。マリーです。ジョージです。このオブブティーチャンネルでは日本茶の美味しい入れ方やと和束町の季節の動画、それからインターン生の様子などを楽しく紹介しているので、よろしかったら皆さんチャンネル登録を、あといいねボタンをよろしくお願いします。今回は茶畑オーナーの皆様にお届けした12月のお茶紹介動画です。実は今日はいつもと違ってマリー、ジョージと3人でここにいるんですが、今回1枚の葉っぱが抹茶になるまでの過程をマリーとジョージと一緒に3本立ての抹茶シリーズ動画にして紹介しています。すごく簡単に言うと、抹茶っていうのはテンチャという原料から作られていて、そのテンチャの生産過程でクキ茶っていう別のお茶も副産物として生産されています。エピソード1のこの動画では畑で収穫した茶葉がテンチャになるまでの一次加工の過程とテンチャの美味しい入れ方を紹介しています。The second episode of this series will be about our Mejiro Kukicha, a tea that is composed of the small veins and stems that have been removed from the tencha during its refining process. Hello, George here, and in the final episode, we'll take a look at how the matcha goes through its final process before being ready to drink. But before we get there, let's go and have a look at how the tencha is made.さて、収穫した茶葉が畑から工場にやってきました。ここは天茶工場といって、生茶葉を天茶と呼ばれる抹茶の原料に加工するための一次加工場です。この工場に運ばれた生葉は普通の煎茶と同じようにこの蒸し器を通ってまずは蒸されます。蒸熱という工程です。蒸された葉っぱはすぐにこちら あのネットで覆われた三茶器の内部に吹き上げられます。ここでは風力によって葉っぱが重なり合わないように拡散されると同時に冷却もされます。こちらが天茶炉と呼ばれるレンガ作りの乾燥機です。この工場には2つの加工ラインがあるんですけど、中身はどちらも同じで、この中に3層から5層のキャタピラがあって、茶葉はそのキャタピラの上を乾燥されながらゆっくりと乾燥していきます。今回は特別に少しだけ中身をお見せします。こんな感じになってます。こちらが何層にも重なったキタピラの上を流れる茶葉の様子です。テンチャ炉から出てきた後は次の工程に進むために風力を使って次の機械に運ばれます。こちらが次の工程で、つる切りと呼ばれる加工工程です。この機械を使って葉っぱの部分と茎の部分を分離させます。茎と葉っぱでは水分量が違うので別々の乾燥機に運ばれて仕上げ乾燥をします。そして最終的に乾燥機から出てきたこちらの茶葉が一次加工後の天茶です。この後二次加工場に運ばれ、さらに茎と葉脈が選別されたりして最終的な天茶が完成するんですけれど、その様子は抹茶シリーズエピソード2でマリーが詳しく紹介してくれているので、そちらをぜひご覧ください。というわけで私たちは美味しい飲み方を紹介したいと思います。どうもハロー皆さん、お元気ですか。アッキーでーす。イエイイエイ。そしてオブブの萌でーす。この天茶と呼ばれておるこれを今日はこの茶畑で皆さんと一緒に楽しみたいなと思いまーす。それではまず皆様、ご用意いただくのは天茶のこの1000パック5グラム入っております。これをご用意いただいて急須
これ今日はチャーミルというあの蓋のない急須を使っております、うん、そしてこうカップが1、2、3、3人分を今日は入れたいと思います。はい、そしてあと、まあ、大事なのがそうだそうだ忘れておりました。これですボイルウォーターお湯でございます。そしてこっちの1000パックの方ね、ダキーン3人前 5g を入れちゃおう。入れます。全部、まあ、今回は 1回だけ湯冷ましして少し厚めでやってみたいかなと、うん、はい、とりあえずあのコップの方に移しましょうか。移してちょっと1回湯冷ましかけてみましょうか。これであのコップに入れていただくことで、まあ、分量がこれ測れちゃうわけですね。じゃあこの段階で85度になったんで、うんうん、この急須に注いでいきたいと思います。えい、このなんか池に浮いてる藻みたいな、これ見てください。これみんな浮いちゃう。ちょっと早めからスタートしましょう。だいたい今20秒経ってないぐらいでしたよ ね、 そうですよね。注ぎ始めがお湯の色を見てジャッジしましょう。薄かったらこうゆっくり回していきましょうね。最後の滴まで絞り切りまして、はい、できました。奥緑の奥緑っていうのはどういう意味なんですか？奥緑は、確か奥緑さんが転移したんじゃないかな噂もそういう説もありますよね。ありますけどね、うん、でも本当はまあ奥なんか奥であるってこう遅いんですよね。芽がシュあの出るのが遅いんで奥のまあ緑が綺麗なんで奥緑っていう感じで、うん、奥緑さんじゃございません。はい、飲みましょうか。用意できました？入りました。入りました。ジャンジャンジャン。1戦目85度ぐらいで、はい、大体トータルでは1分ぐらい入れてましたかね、はい、早速飲んでみましょう。はい、まずはね香りを。すごい、これがロの香りっていうんですかね。そうですね、すごいちょっとローストしたような香ばしい香りがします。これがロの香りですね。これは煎茶にはございませんね、この香りは。独特です。天茶独特の香り、こうなんていうんやろね、雑味が。あ、そういうことか。ないですよね、その壊れてない分きっとというか出てくるものもあっさりしてるのか。そうそう、限られてるのか出にくいのか、うん、出にくいところあるのかな、うん、2戦目はどうしますか？2戦目はもうこのままダイレクトで、うん、熱々のお湯を急須に直接入れたいと思います。いきますよ皆さん、パッキの感じで、はい、やけどにご注意ください。こんなもんだったかなっていう感じで入れます。もう煎茶の場合結構出やすいんですけど、2戦目、うん、2戦目でもそんなにすぐは出ないっていう感じですね。はい、こうなんですかね、うまみの多いお茶を飲みたい時にお煎茶だと低い温度で入れないと旨味が強調されないんですけど、うん、これだと高温で入れても苦味も少なくって程よい旨味があってすごく飲みやすいです。なるほどね、飲みやすいですね。飲みやすいですね、うん、美味しいです。すごいとこでお茶飲んでるんですけど、皆さんもねぜひともこちらに来ていただいたりね、うん、また皆さんとわずかで会えるのをすごく楽しみにしてます、はい、皆さんと会いたいです。皆さんのおかげで僕らもねやらさせてもらってますんで、はい、見に来ていただけたらななんて思いますけども、はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお楽しみでください。皆さんも美味しい天茶をお家で飲んでください。飲んでください。また次のビデオでお会いしましょう。お会いしましょう。ケンジです。ケンジ君です。ニューイン男性です。キャメラマンです。さようなら。さようなら。